姫。どこだ。あそこだよ。あの子モンスターに襲われてるのか。お兄ちゃん助けようよ。キルト君、何をぼーっとしてるの。早く助けないと。このままだとあの子の HP 尽きちゃうよ。ああすまん。よし、アスナ、リーファ、助けるぞ。フィールドのクエストを受けてたの？クエストじゃないんですが、一人で散策していたら迷っちゃってモンスターに出くわして。それは危険よ。このフィールドは解放されたばかりで未知のモンスターが出現するしね。はい、もしよければ町まで一緒に行動させてもらってもいいですか？ええ、もちろん。お兄ちゃん、さっきからジロジロ見てるよね。そんなにこの子が気になるの？いや、君は見たところレプラコーンだな。あ、はい。基本戦いには不向きな種族のレプラコーンが一人で冒険をするなんてのはあまり聞かない話だ。確かに普通はアタッカーやディフェンダーと同行することが多いわよね。あなたもしかして初心者？はい。でも君のその履いている靴ってかなりレアな装備じゃないか。それはレプラコーン専用の特殊な装備だ。ソロの初心者が入手できる代物じゃない。キリト君？今日ソロプレイだったのはたまたまで。そしてその特殊な形状の足跡は前に俺がストーカーを追いかけていた時に踏みしめられた土くれの跡と同じものだ。それってじゃあこの子が私たちを追いかけてたストーカー？ああ、まさかこんなに早くバレちゃうだなんて。さすが SAO の英雄キリト君は洞察力も違いますな。私を見た瞬間から疑ってたでしょ。ああ、まあな。また接触してくるだろうと予測はしてたんだ。どう？そんな怖い顔しないでよ。ただ私、英雄様ご一行がどれほどの実力者なのか知りたかっただけです。私たちのことを知っているプレイヤーはそれほど多くはないわ。どこでその情報を？
アスナさん、あなたたちが考えてるほど知ってる人少なくないと思うよ。だって私が行きつけの裏サイトにはあなたたちのパーソナルデータ普通に載ってたもん。私たちの実力を見極めてどうするつもりだったの？だからそんなに怖い顔しないでよ。美人さんが台無しだよ。私ね、あんまり友達いないしギルドにも入りたくないから、実力のある人にお近づきになれないかなって、そう考えてただけなんだよ。攻略に必要な臨時パーティーなら広場でいっぱい募集しているじゃない。ちょっとそれは私のプライベートに関わることなので言えないのですよ。お兄ちゃんどうしよう。まあ勝手についてくればいいさ。え、そうだね。え、アスナさんもいいの？ちゃんと謝ってくれたし、別に煙たがる理由もないしな。それにプレイヤー同士の交流、画策、バカし合い、騙し合いも含めてオンラインゲームの醍醐味だって言いたいんでしょ、キリト君。まあそういうことだ。その、ああ、そういえば名前聞いてなかったな。なんて言うんだ？私は、そうか、レイン、これからよろしくな。一旦町に戻ろうか。って子だよ。ああ知ってる。こんなテレビ番組で特集を組まれるなんてやっぱりすごい子なんだな。それでは本日は日本でも大人気、突然の来日で話題沸騰中の七色博士にお話を伺いましょう。博士はコンピューター科学の研究をされており、同時に ALO という日本初のネットワークゲームの中でセブンというキャラクターとして歌手活動をされています。私は研究者でもあり歌い手でもあり、それはどちらも表現者という意味では変わらないの。どちらも本当の私、応援してくれる人がいるのはとっても嬉しいわ。一時期 VRMMO は SAO 事件として有名になりました。それについてはどのように？茅場明彦は確かに人道に外れた行為をした。でも技術に罪はないと思うの。彼が作り出した世界がどれほどのものかを知るために私は ALO にログインしたわ。セブンの歌は共存や平和を提唱する歌が多いと聞いていますが、そのあたりはどのようなテーマで？ALO は種族同士の闘争が一つのゲーム性になっているの。でもネットワーク社会にあるべき姿は一体どこにあるのか。私、競争と共存、それは資本主義と社会主義のようにどちらも正しさがあって決して割り切れないものでしょ。ネットワーク社会の未来を知るためにもプレイヤーの人たちの反応を、声を聞かせてほしいと思ったの。12歳とはとても思えない、なんとも大人びた言葉ですね。いまだ世間からは冷たい言葉を浴びせられる VRMMO というカルチャーですが、平和や共存を提唱するあなたの姿を見て SAO と ALO、 茅場明彦とあなたをまさにネットワークの光と闇と揶揄する人もいるようですね。私の歌で VRMMO を少しでも認めてくれる人がいるならそれは嬉しいな。この子のおかげで VRMMO や ALO の印象が良くなってるのは確かなのかもしれないね。プロパガンダってやつか。
プレイヤーの俺たちからするとありがたい存在だとは思うけど、こんな小さな子にそれを負わせるのもどうかと思うな。でもこの子の場合、むしろ自分から挑戦してる感じがするよ。本人が前向きなら別にそれでいいんだけどな。にしてもカヤバと対局、光と話なの。だからこれからレインって子が来たらみんな仲良くしてね。キリトよ、まったくお前と来たら相変わらずの女の子プレイヤーホイホイだな。おい、は？なんだそれ、意味がわからないぞ。で、そのレインちゃんは今どこにいるんだよ。仲間になったんじゃねえのか。いや知らないな。別についてきてもいいと言っただけでフレンド登録をしたわけじゃないんだよ。くぅ、お前そろそろ一人くらい譲れよな。クラインってさ、セブンのクラスタになったんじゃなかったのか。それはそれ、これはこれだよ。でもなんか腑に落ちないわ。その子、種族はレプラコーンって話だけど。うん、私たちのパーソナルデータを裏サイトで手に入れたって言ってたけど、あれは絶対に嘘だと思う。え、そうなの？はい、ママの言う通りだと思います。レクトの運営はその辺のセキュリティ管理もしっかりしていますから、仮にクラインさんがいかがわしいサイトで変なウイルスに引っかかってフレンドの情報を流出させたとしても、即時に検索を発見し、その情報の出所に注意勧告した上で抹消させることが可能です。なんだよその例えは。というか ALO に俺たちが登録したパーソナルデータには SAO プレイヤーだったって情報はないだろう。なくても SAO から引き継ぎされたアバターはおおよそ異常なほどにやり込まれたプレイヤーデータだな。直接語らずとも察しはつくとは思う。今そういうことが言いたいわけじゃなくて。まあそれくらい今の VRMMO のセキュリティは優秀ってことなんだよ。じゃあそのレインって子はどうやって俺たちの情報を掴んだんだ。わからない。まあでも大丈夫だろ。おいおい、なんだか適当だな。あいつ悪人には見えなかったからな。どこかで会ったらみんなにも紹介するよ。おお、キリト君、絶対だぞ。男と男の約束だからな。中断してたダンジョン攻略を再開しに行くか。あの合体した鍵で入れるダンジョンを探すんだよね。どこかしら。砂漠の島に行ってみましょう。